はい、はい、じゃあフジライムをやらせていただきます。知っている人は知っているんですね。私のオリジナル曲で、私の妹が絵を描くんですけども、その妹と共同制作で絵本を作りまして、私がストーリーを作って妹が絵を描いたという絵本があるんですけど、そちらの絵本そのままあの歌詞カードになるというそういうものを作って、今日も2冊ぐらい持ってるんで、興味のある方は、声かけていただければ、お見せできますので、このクジライヌというのは黒い大きな犬なんですけれども、その実は自分が何を食べて生きていくのかっていうのを最初知らなくて、いっぱいいろんなものを食べるんですけど、最終的には言葉を食べることによって自分が成長していくっていうのに気づくんです。そういった歌なんですか、不思議な歌なんですが、聞いてください。クジライヌ。クジライヌの頭を射
ございました。